お子様ばっかりね。海くらいでどうしてそこまで騒げるの？そりゃあてんちゃんは神戸に住んでるから海なんて珍しくないんだろうけどさ。ちょっとてんちゃんって私のこと？うん、ヤシャ人だからヤッシーってのも考えたんだけど、てんちゃんのが可愛いっしょ。ふざけるんじゃないわよ。何勝手に人にくだらないあだ名つけてるの？そんなの絶対不許可だから。けどもう研修会で定着しちゃってるよ。どうせあんたが定着させたんでしょ。なれなれしく呼ばないで。じゃあてんさん？誰がてんさんよ。てんさん、やめなさいって言ってるでしょ。このチビ泣かすわよ。落ち着いて、てんちゃん。そうです、てんさん、シャルちゃんはまだ6歳なので多めに見てあげてほしいのです。だから勝手に変なあだ名で呼ぶなって言ってるの。いいじゃない、てんちゃんで可愛いわよ。ババア。はいはい、経過ババアでございますよ。お嬢様、アメちゃんあげるからこれでもしゃぶってなさい。はい、いらないわそんなの。ちゃう、アメたんのめよ。ミオもミオも、ケイカさんアメちょうだい。はいはい、みんなで仲良く分けてね。はーい。ガキばっかりね、先が思いやられるわ。ひなつる愛です。シャオーって言っちゃうだよ。今回のドラマ CD はみんなで淡路島の砂浜に行きます。シャオ、日本の海初めて行くんだよ。新しい水着、師匠に可愛いって言ってもらえるかな。シャオもね、新しい水着着ようよ。浮き輪も持ったし、スイカもトランプも用意して準備万端。将棋盤は？あ、まさかの将棋要素ゼロ。夏みかんみたいに甘酸っぱい、小学生濃縮 200% でお送りする竜王のお仕事ドラマ CD 第2弾、もぎゅっと完成です。